さあ、またよし。なんか面白くなってきたね。昨日のライブでリスナーからコメントあったけど、今月16日八王子市議会議員選挙、片岡の応援に立花が来るっていう話から、そこにカウンターに入る黒川、そして黒川逃げたずっと言ってる小木津慎介、小木津もカウンター来んのね。男の約束、本気の約束とか言ってはったり、陰キャラ小木津が来んのね。じゃあ俺小木津のカウンター入ろうかな。なあ小木津、日高屋日本酒事件とかや、それこそさ、土浦で北海でさ、居酒屋で撮影したあの音声 JBL につないでさ、爆音流すってことなあ、おじつ、おめえ黒川によ、ランナーよ、ランナーも言ってる割にはよ、俺との約束電話の公開とかしねえじゃんお前なあ。よくもまあお前さ、てめえのことは棚にあげといてよなあ。黒川のこと言えんなおめえな、おぎつ。まあおぎつ必ず来いよなお前、16日俺も行くからよ、お祭り騒ぎにしようぜなあ。おぎつ、バックレんじゃねえぞてめえ、わかったか。